はい、時刻は午後2時になりました。未来効果ステーション始まりまーす。はい、始まりました。未来効果ステーション、私マキです。ワンコです。シロです。アオです。はい、今回はねこの4人でお送りしたいと思います。はい、はい、で、早速ですが、すいません、オープニング普通にミスりましたあのね、これ巻き戻そうとしてピッてやったらスタートボタンピッて押しちゃってねあの私の指ちょっとスマホさんに要求されてないような指なんでねまあ今回はね、楽しくこの4人でやっていこうかなと思います。はいはい、はい、はい、じゃあメールアドレスの方誰かお願いしますじゃあ私が読みましょう。761@fmkoda.jp761@fmkoda.jp です。はい、どしどし応募してくれください。はい、お願いします。お願いします早速ツイキャスからコメント来ています。はい、中野町の和樹さん、ラナさんがいない。はい、今回はですね、ラナさん生体行くとかなんとか言ってね来れないって言ってました。その代わりにね、多分私が来たと思うんだけどね、かわいい久しぶりすぎてね、来年忘れたわ忘れかけたわ危なかったね、いんなあのラノさんいないだけでね、交互ね話に詰まるとは思っていなかったよ確かにそうだね。いや、じゃあね、ちょっと面白い話を。はいはい、自転車へ、貴様俺の太ももを熟しやがって。どういうことだ。何があったんだ。ね、あれパンパンですパンパンです。はい、なるほど、売れた桃みたいにパンパンです。読みたから来たんだ。うん、自転車で、うん、なんとここまで40分送料は1980円、お高いです。距離をつけるのかよ何運んできたんだこいつら。わかんない何を運んできたのか。私の言う名の命かな。なるほどそれはそれくらいの価値なの。そう考えると低いな俺送料だけ取って値段取らねえの。やばい、あ値段忘れてた値段が結構高いんだね。じゃあ送料だけ取って品物の値段取らないってどんだけ良心的なあれなんだ。良心的な商品なんかすごい怪しいよね商品怪しすぎるよ。私は怪しいものではありません。怪しすぎるよコピーよく否定された青でございます。話すことないね。そうですね、じゃあまあ、今週あったことっていうか今週何かあったっけって話をしましょうかね。今週特にないよね。今週特にはない。ない。特にないけど、とりあえずあの分かることは来週から中間テストイエーイの話だね。イエーイだね。ウェーイ。腰が崩れるね。なんで腰が崩れるの。自転車にやられた。腰もやられたのね。うん、よかったね。掘られた掘られた言うなギャルのあれはいらないからおい誰かこのホモをどっか連れ去ってくれ俺はホモじゃねえ俺はホモじゃねえぞ。うん、うん、なんだよこのなんだよこの助けて誰か今週っていうか昨日あった悲しいことなら。あ、何かあったっけ。最近趣味で動画制作してるんだけど、はい、昨日2日ぐらいかけて作った編集データがぶっ飛んだぶっ飛んだっていうか消したなんか言ってたね、うん、なんかあったね。そんなほどなんか動画のはずなのに静止画に音声作ってたみたいだったり、うん、なんか動画が緑色になったりしてた緑色どうして緑になったん。なんでだろうと思ってもうめんどくせえ全部消そうと思って消したはい、はい、止まる止まる話すことはあまりにもなさすぎる未来効果のこの日よ、ね、特に何かイベントがあったわけじゃないんだよ ね。いや、あったっちゃあったけども、
あの進路に関するイベントしかないね最近だと。あの水曜日の1時間目あたりに なんか話、野球選手の人だっけ、うん、巨人元巨人の人がちょっと話、林さんだっけ、そうだね、大野林さんだね、大野林さん、大野林さん、あのなんかプリン感想とかそこら辺のプリント配られて、裏なんかあるかな、いら、大野林、女の人かな、それとも男の人かな、どっちだろう最初に出てきたのそれか、そっちか、名前だけ見てこれだけど、まずいや、ただそう思った男だったと、って見てて、俺なんてな、裏返して名前見てアニキャラ来るのとか思ったよ、なんで大野林ってどっかで聞いたことあったアニメキャラの名前だから、そんなんいるんだ、わかんないけどなんか聞いたことあったから、へえ、よいしょっと、はい、皆さん検索を始めましたそうだね、検索しないとね、皆さん検索中でございます、なんかしょっぱなで出てきたんだけどっていう感じが違う、あこっちは一括でできましたよ、多分ね、多分ね、あの勘違いかもしれない、何が What？ うんやっぱそうなるこの人だって出たの、この人だよね、うん、顔はよく見えなかったけど、顔はよく見えなかった、この人だよ、こんな感じの人だったかな、あ、この人、この人、この人です、ね、あなた一番前らへんの、うん、見えないけどね見えなかった、前で見えないってもはや異常だよね、さすがだ、うん、見えないからね中あたりも見にくいっていうか、見てたから分かんないんだ、俺ほぼ後ろ側だからね、顔が見えない、おい生徒会、はい、おい生徒会、何寝てるんだよ、カッチュンカッチュンしてたよ、え、何カッチュンカッチュンって、これでしょ、コクリコクリじゃない、え、目の前の人、目の前の人の背中にこう頭ぶつけまくってたの、ゆみひどいね、まさか何の拷問だよ、まさか S さんにそんなことしねえよ、まずそんな喋らんし、 S さん誰だ、あ、あの人か、ん、俺の出席番号前の人だよ、前の人だよ、おい、あの黒板にこいつの名前と一緒に書かれてた人だよ、あ、なるほど、しりとりされて俺の本名があの下2文字しかねえっていう、そのあれだよ下2文字しか呼ばれてないよね最近、あ、うん、下2文字しか呼ばれてないね、一部の人除いて、ね、まず本名で呼ばれることあんまないね、俺、そうだね、しゃべっとしゃべっとって話してたの、ね、これ白が命名でしました、なんでしゃべ、これ白が命名しました、私もよくわかんない、私の書いてた絵が美味しそうだということで、この人が書いていた入学当初の時にあれ初めて授業で描いてたイラストがなんか猫の形をしたシャーベットみたいな感じのわけ、ああ、シャーベットだ、猫シャーベットという感じ でそっからシャーベット、シャーベット、ニャーベット、シャゼ、ソラ豆、豆、いろいろ進化してっていろいろ、もう泣いていいですか皆さん、食べ物ほとんど食べ物ですよ、私食べ物、食べ物関係、うん、シマキちゃん、睨むな睨んではないそんな温かい目で見るんじゃねえ、溶けるだろいやね、あのちょうどネット開いてたから、あの診断メーカー今つましにやってたんで、おい、あの LINE 名でちょっとアニメキャラに例えてみたらニャルコさんですねと言われた、ニャルコー、はい、よるな、この野郎、はい、よるんじゃねえデュエルでもしてやろうか、こらいいだろう、分かった分かった、じゃあね、まあ話すことも何もないようなので、何かコーナー的なものでもやろうかなと、そうだね、それであのとりあえず今ここにいる全員の LINE 名で、何かあのやってみようかなっていうことで、ほぼ本名なんですがいいんじゃないでしょうか、あなたの場合は青でやるんで、カタカナで青でやるんで、マジですか、はい、じゃあまあそのあたりはまた中間のあたりにやろうかなと思います、
ね、みんな楽しみにしててね、どんな風に生まれ変わるのか私もわかんない。今週何もなかったしね。今週何もないよ。来週しかないよ。来週もテストしかなくね。テストは結果で大体終わる。終了。あ、今週のイベントで言ったらバタフライできたぐらいしかね。あの筋肉むくむく。あの筋肉隆々、背中から見ると筋肉が山のように。だから先生に何か言われてたよね。うん、筋肉質の上から。昨日最後のプールでね、昨日ね、未来校が最後のプールで、未来校が最後じゃないよね、2年最後だよね。2年最後、はい、3年ないよ。あ、じゃあ2年最後。あれ3年なかったね。3年ないよ。なかった。うん、クラスで遊ぶんだよ。クラスで遊ぶ。うん、なんか先輩が言ってた、3年の体育はクラスで遊ぶって。いや、3年あの7組とのクラス分けなくて一クラスで遊ぶって言ってたよ。マジで、うん、普通に遊ぶ、うん、イエーイ。何するんだろうね、分かんないけど、分かんないけど、なんか そんな感じなこと言ってたよ。マジか。でね、話を戻すとね、私のバタフライが筋肉の山らしいです。あのね、最後に言われたのがね、あの筋肉質の泳ぎ見てみたいな、もう一回見たかったのにな。最後に言われたのがこれですよ。なんか後ろから見たら筋肉がすごいんだよね、背中の。俺背筋ねえぞ、背筋ねえぞ、背筋痛むんだよ。背筋じゃない、肩甲骨あたりの筋肉だ。背筋って言うんだよ。背筋っつうんだよ。お前な、背筋じゃねえ、だって背中あたりの筋肉見えねえのに肩甲骨の方の筋肉すげえんだよ。俺肩甲骨の方に筋肉ねえよ、肩甲骨の下あたりに筋肉あるんだよ。背筋、肩甲骨あたりじゃねえか。倒せじゃないかな、あんなムキムキに見えるの、背中が。ん？動き方がなんかすげえ反ってるからムキムキに見えるんだよ。あのね、話してる途中で中盤始まったわ。はい、中盤始まりました。ちょっとね、下ってますけども。はい、じゃあまずメールアドレスの方から先に言いたいと思います。はい、メールアドレスは、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。どんどん送ってくださいね。ね、お願いします。はい、で、前半で話した通り、今ここにいる全員の LINE 名もしくはラジオネームのやつで、アニメキャラに例えてみたっていうやつをね、やってみたの。私の方がね、ほとんどあれなんだよね、本名なんだよね。あのね、ワンコなんてね、名字だからね。名字で登録されたからね。名字だからね、この人。おお、だったね。というわけで、青をアニメキャラに例えるなら、変猫の、なんてっけこれ、あずきなんとかさんでって言われるんだけど。ああ、女キャラですか。イエス。また女ですか。そうです。嫌です。なんだっけな、無口の人、無口の子、いや、無表情の子。なんかのノリで。なんて読むんだっけな。覚えてない。なんだっけこの読み方。こいつは。変えてじゃないよね。私変猫知らないよ。あずさだ。私変猫知らない。あれ気になって見てみた。変猫。小説で見た。ね、変猫はね、たまに画像検索してるときに出てくるぐらいしか見たことない。変猫とはですね、正式タイトルが変態王子と笑わない猫だそうです。全部見ました。これを見たよ。超楽しかったです。その タイトル、うん、神々だね。そうですね、神々ですね。神々だね。このタイトルで言うと、私は笑わない猫らしいです。はい。猫なのか。猫じゃない。人間だよ。スキコじゃなくて、ツインテン。ツインテじゃなくあれ、団子じゃね。なんか団子だったかツインテ、うん、とりあえずあれだろ、めっさ感情豊かになっちゃったお姉ちゃんでしょ。お姉ちゃん。まあ感情豊かになっちゃったお姉ちゃんはいいとしてね。はい、続いてシロさん、はい、あなたをアニメキャラに例えるなら篠宮なつきちゃんです。もう一回。あなたをアニメキャラに例えるなら篠宮なつきちゃんです。誰？なつきちゃん知らない？あれ、篠宮なつき。いや、なつきよ、なつき。そしてみんなが検索に入る。おう、
おう、みんなが検索に入って、あったなと検索中なとなって那覇のな那覇のな那覇のなか違う那覇のなあ、じゃあこれだってねはずじゃあこれこれ男男うんとりあえず適当にちゃんと消してたけど普通に男だったよかったですねよかったですね忍びさん私はまた女キャラなんですかそうですね、私あの俺に俺なんてもはや人ではないからね人ですらないからね人ですら神話生物だからね俺あニャルラとホテプを擬人化した結果ニャルコさんだからねあれは最後はワンコですね。よいしょ。違う違う。ワンコは、ひらがなでやるか、カタカナでやるか。ひらがな。ひらがな、オッケー。お？お？あなたをアニメキャラに例えるなら、緑間慎太郎さん。慎太郎？マタロ？あれか、黒マスク。わかんない。黒マスク。わかんない。あ、緑色の髪だ。そうそう。名前の通りだ結構黒バスあれであの髪の毛の色と名前がなんかすごい一致してる紫バラとか紫の色をしはい一部の人が百歩するアニメですね一部の人が百歩するアニメですね名字と髪色が合っているほら明石様だって中二病中二じゃねえかこいつ中二病なんだこいつまあ、そういう感じで、うん、ネタ切れでございます話が続かないねって何ねってネタ切れでございますネタ切れ早すぎないもん今回いやだってなんね母がいないの、うん、母いない長女連れてこればよかったの長女だ寝てるか長女長女寝てるだろ寝てるでしょうね寝てるから寝てるでしょねあの子だったら寝てるに来てるのピョンじゃあ997票ではーい起きてるけど無視しているに1000票見てるけどあえてコメントしてないに1票はい詰まる詰まる詰まる、続いてまた面白いものを見つけたので、アニメ化声優これもコーナー化しねああやろうと思えばやるんだけどこれ俺のあのね独断と偏見でやってることだから今日の丸丸あたりにしかならないんだそうだねおお仕方ないと思うな、まあまあ、あのね俺ね LINE ネームでやると大変なことになるからねうんお前なんてレモンだからね、うん、レモンスカーライトだからねレモンスカーライトスラッシュアンノウンだからねそうだよなんでスラッシュになったのか俺もわかんないからスラッシュどれだっけちょっとね、ラジオネームの方でやってみたいと思いますあ、そしてねここでもやり始めたのは診断メーカー私今日のやつ持ってくるの忘れたからものすごいお腹すいたお？マジで、うん、スルメあるよスルメはいらないスルメはいらないですね、はい、あのラジオ番組に出ている私をアニメキャラに例えるならシスターズですねおう、要するにこれあの2万体いる中のミサの妹たちなのでしょうか怖いね地方マキちゃん増える誰が増えるのか待て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 おかしいおかしいおかしい地方マキちゃん増えるあ、うん、そうだねというかさあのシスターズで画像検索したら大変なことになってるんですけど2万1体に増えるあのオリジナル含めても2万そこそこだぞ2万2体に増えるあのねなんかねシスターズでやるといろんなシスターズがいることが分かったまずね、普通にあれだ、なんだっけ、レールガンあたりのシスターズと、あとは化け物物語シリーズのシスターズですね。あお。月日ちゃん可愛い。わからない。あららぎ姉妹で、あららぎ姉妹。知らない。小村。あ、そうそうそう。とにかく関係ないことなんだけどさ、今日ディバゲでさ。うん、久しくレアスクラッチを弾きまして、うん、出たのが、うん、ナンバーズのアインさんおで今所持しているナンバーズがアインとズバイとフィアとフィンフおおドライが抜けてるうん
トライが抜けてる。てかさ、これしか当たんないの。あ、あとゼウスも抜けてるね。ドライとゼウスがいない。だから6種揃えるにあと2体必要になった。しかもかぶりなしで今までで。どう思うよ、ね、すごい最近、すごい、うん、あの最近リバゲだとなんかこう再生進化するやつがこう確率5倍で出てくるはずなんだけど、その人確率超えてきたよね、うん、あ、でも今はあれだよ、別に今 虹が確率で5倍、うん、俺虹しか当たんねえもん。あれまず運が良くなければ虹しか当たんねえもん。あれは脇って感じの女だっけ。脇まあ、そう、マキの漢字はね、誠の姫って書いたら大体 OK で。誠の姫、合ってるじゃねえかよ。合ってるじゃねえかよ。それかもう、牧場の牧って書いてもいいからね。あれでも一応、マキっても読めるから。マジか。こいつさっき出てきたわ。え、何が？え、何が？ワッツ？え、何？何これ、俺わからない。え、ごめん、一体何やってんの？俺これキャラ、俺これわからない。青をキャラクターに例えると、うん、九条翔太郎です。クールで渋い、さまざまな才能を持つ器用な人で、ある一方、感情を表に出さない不器用な性格の人でもある。え、あの不器用しか合ってないです。武器をしか合ってないんです、これ。九条翔太郎？空城翔太郎じゃなく？空城翔太郎。え、空って書いてある？うん、空。あ、じゃあ空城翔太郎だね。え、呪術三部の主人公だ。あの武器をしか合ってないです。あの武器をだけど相当イケメンだよ、あの人。あの俺、あの例えるならって言ったじゃん。俺武器をしか合ってないのに、当てはまるのか。高校あの人2年だったかな？ 1 年ですかな。で、身長が197センチ。高いね。高いよね。私は160です。俺も160だ。ごめん、170だ。150だ。ごめん、間違えた。159だ。1センチ高かった。この野郎1センチの差を読みやがって。1センチぐらいじゃない、この野郎。次、マキをキャラクターに例えると、ミッキーです。はい、ディズニーあれ、俺、あの人に夢を運ぶじゃなく、悪夢を運ぶ気がするんですけど。ディズニー何でも話す器用者。明るい性格で愛される人気者。だが一方でルールに厳しい面を持っている。あれ、なんか合ってる気がする。やめろ、消されるぞ。カイジの人と相性がいいらしい。カイジの人と相性がいいらしい。誰だよ。こいつだ。お前か。こいつだ。シロをキャラクターに伝えるとカイジです。直感に優れた感性の人、頭の回転が速く、いざという時の決断力がずば抜けている。だが普段は惰性で無気力、空城翔太郎の人と相性がいい。何この三角関係、嫌だな。でしょ、何この三角関係、嫌だな。はい、中物町の家族さんよりコメントが来ております。結構止まってますね。長女さん、言い訳に来ない、言い訳にバスに、バス来ない1票。ああ、あながち間違ってない。続いて、最近ピングの空耳動画にハマりそうになった。これは俺も一時期ハマりそうになったよ。あの空耳米付きの画像でやってたら中毒になりかけた。あのね、本当面白いのよ、空耳が、うん、空耳は面白い。あのクレイアニメなんだけど、英語でも何語でもなくピング語なのよ。とりあえず何か動いてりゃ分かるだろうっていうやつだろ。分からない。喋ってるよ、ペンギンの言葉だからね。分からない、まあ、何言ってるか分かんないんだけど。中野町の和樹さんから、未来効果取りすぎて三郷高校の学園祭見に行ってきます。ではでは、未来でメンバーネタ切れに気をつけながら3時まで放送頑張ってね。ネタ切れに気をつけながらって言ってるけど、もうすでにネタ切れなんだ、ね、ネタくださいよ。じゃあ今日三里高校学園祭なんだね。あ、そうなの。俺もさっき知ったけど、読谷高校も学園祭らしいよ。かぶってんな、三里高校って。ウェイ、三里高校はね、ウェイ、あれだ、去年学園祭やってた、学園祭時代舞台祭、うん、やってたやってた。あいつだ、ちょうど俺ら行ったじゃん。あっちか、うん、俺があの友人になんか学ランカして
10時くらいに始まりを言われたけど11時くらいに家出た人だからあのおちょくりに行った結果追いかけ回されたで俺も見つかった。どんない？デッドシーン囲まれてた。どう？囲まれてたっつうか、絡まれてた。あ、カツアゲされてたんですね、わかります。え、財布持ってってないのその時？おい？あの、俺が走って逃げてる時、マッキーの方見たらデッドシーン囲まれててカツアゲされてるカツアゲ。あのね、まあカツアゲっちゃカツアゲかな。おい、クッキー持ってきたか。クッキーキラキラってあの友人に、あはは、キラキラと下目で見られてたけど、あはは、ないってことだった呼ぼっか、その人は。え、なんでや。なんとなく。なんでや。で、今学園祭だろ、あれ今学園祭だろ。あ、そのあと行こうかと思ったけど、カラオケ予約したんだった。またかよ。まただよ。どんだけ金持ってんだよ、あんた。やりくりしてんだよ、5000円を。どうやりくり。もやりくり、俺にはできないぜ。無理だな、俺は月に前半と後半で2000円ずつ計4000円しかもらっていないんだ。結構きついんだ。ところでも遊戯王のデッキとかパックとか買ったり、カード用にケースとかスリーブ買ったり、忙しいんだ。それを言うのか、白だって月1000円なの。そうだったね。1000円だよ。そうだったね。使い果たしたよ。早いよ。早い。そう言うんじゃねえよ。でも今月もらってない。あの、あれだよ、俺なんてあれだよ、親の機嫌がいい時にぐらいにしか1000円もらってこもらえないよ。バイトして、あ、辞めたんだっけ、クビになったんだっけ。おお、クビとか言うな。クビなの？解雇。クビとか言うな、途中解雇だ。あ、解雇された。途中解雇だ、おい。あ、じゃあクビになったっていうこと。バカ野郎、おい、クビとか言うな、途中解雇だ、おい。あ、休業。休業、休業、うん、そう、休業。休業中です。そろそろツイキャス切れる。それはあかんわ。はい、じゃあツイキャス更新します。はい、じゃあツイキャスの更新に合わせてちょっと中間曲でも流そうかの。はい、ちょっと更新しました。よし。え、シロ飯テロしよう、お腹すいた。腹減ったで飯テロか。シロ飯テロしよう、お腹すいた。今ね、ちょうどこっち来る前にコンビニで買ってきた炙り焼きスルメそうめんがあるよ。ね、あのスルメそうめんはあんま食べないわ。うまいぞ。サキイカがいい。サキイカがいい。サキイカ並みにうまいぞ。サキイカ並みにほど。俺ソフトサキイカがいい。ソフトサキイカはいいな。ソフトサキイカ。あと普通にスルメがうまいし、ビーフジャーキーの方が好みだったっていう。ビーフジャーキーうまい。ビーフジャーキー。飯取りじゃねえ。なんで飯取り。美味しいだろ。まあな。メステロスイーツで検索したら全体的に赤いんだけど。一度。わあ、真っ赤っか。中にイクラもあるからね。イクラ。イクラ。あ、誰かがキュッとしてどかんしたのか。イクラご飯っていうのかな。うまそう。うまそうだけど俺飛びっこがいいな。イクラよりは飛びっこ派だ。飛びっこって何？あのイクラの、イクラをもうどのくらいかな、もう結構小さくしたやつ。結構小さくしたやつ。でもあれの卵だよ。あれだけど、そうそう、言う。むっちゃちっちゃいやつが。うん。あって。バーンみたいな感じで、うん、潰して、すっごい潰してくれます。うん、口に入ったらプチ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 ってなるよ。うわー、やめろー。俺そういうの大嫌いなんだ。牛よ、とびっこ、牛よ、とびっこ。あのね、口の中でつぶつぶするのってさ、あんまり口の中でつぶつぶしねえよ。つぶつぶするの。口の中でつぶつぶしねえよ、俺。口の中でつぶつぶするの嫌なんだ、俺。じゃあ、すげえ画像あったんだけど。あー、甘そう、すごく甘そう。これ崩れないのがすごいと思うんだ。クッキーでサク作って中に小さいチョコかな、うん、入ってるんだけど、うんうん、チョコで流れてこないのかなって心配になる。あれなんだ、入っているチョコは M&M かなみたいな感じのチョコ。マーベルチョコでもないし、このクッキーのやつ倒れないのかなって思うんだ俺。倒れた瞬間私が食べる。あれじゃん、アイシングっていうやつでくっつけてんじゃん。あ、くっつけてるからか。はい、とりあえず見つけたよ、中間曲。ですね、これは、東方プロジェクトのアレンジ、アレンジ2かな、同人だね、うん、幽閉サテライトさんの一人静かです。はい、じゃあ流したいと思います。やっぱ首にかけてても聞こえるね。音量上げたからね。上げた、上げた。音量上げたからね。メガネかけてるからさ、耳が痛いってば。メガネかけててもさ、そこまでってば。
あの挟んじゃってるから。あ、挟むな。じゃあつけるやし、自動的に挟めればいい。なんで？痛いだから。俺乗っかってるけど。俺乗っけてね、引っ掛けてる。あ、引っ掛けてる。俺引っ掛けてる。マジで？はい、じゃあね、ちょっと面白いの見つけたよ。フェイトスラッシュ、あなたのサーバント診断。ああ、私フェイト知らない。じゃあ、まず俺からやってみようかな。ああ、あの別のめんどくせえ。うん、どうした？何が出たんだ？そこそこのステータス。セイバーブロッドさん。弱そこそこのステータスを持ってる最強のサーバント。あれだ、俺はカニでいい。多分カニいないはず。カニっぽいの探せばいるんじゃね。あ、いや、カニっぽいやつか。じゃあ青でとりあえずやってみよう。なんかスピルしてキャスターならいいんだけど。カニ構成みたいな。青さん、よかったね。はい、うん、あなたの召喚したサーバント、はい、バーサーカーディオブランド。やった、レベル8ジャンクバーサーカーだ。レベルマックス。え？攻撃力9点。なんだっけ、バーサーカー。ディオブランド。あ、バーサーカー自体はクラスだよ。ディオブランドでやったらいい。おそらく出てこないでしょう。それでもまた見に。こいつ嘘だろ。金髪の人。金髪だと思う。ジョジョ3部の。ああ、ジョジョ知らない。はい、ジョジョ知らない。あれだよ、俺は人間をやめるぞ、ジョジョの人だよ。この人か。ジャックじゃねえの。白の召喚したサーバント、ライダー。ライダー目隠し。ソウリュウ・アスカ・ランクレー。え？旧アスカだよ。旧アスカだよ。お？ワンコが召喚したサーバントキャスター、青崎青子。誰？片付き。やべえ、杖。青崎青子はね、フェイトエクストラに出てくる、ハッキングしてサーバントの能力上げてくれる人。強い。サーバントの能力上げることができるっていうか、下げることもできる。おかわり。生きてゆこう。さすが生涯。何さえも誇りに燃える風が。セイバーの顔おかしい。ディール。最近さ、セイバーよかはさ、メディアの方が可愛いなと思い始めた。フェイト知らない。なあ。メディア。なんだって。メディア可愛い。何言ってる、イリアだろ。イリアも可愛いけどメディアも可愛いんだよ。何言ってる、イリアだろ。何言ってんだよ、メディアに決まってんだよ。なんだよ、イリアに決まってるだろ。お腹空いた。まったく。ちょっと鼻水が。鼻水が。目つぶし、目つぶしってお前、目つぶし、お前ふざけんなよ。なんでお前が
俺の中学校の時のあだ名知ってる？あだ名か？あだ名？目つぶれだ。なんでお前が俺の中学校の時のあだ名知ってるわ？知らん。どけんなよ。なんでお前が俺の中学校の時のあだ名知ってる？チルドレで目つぶしにあったから。工藤優生でいいんじゃない？こいつ目つぶったらすげえイケメンだよね。すげえイケメンなのに目開けるとなんかすげえキモい。何がジルドレ？セイバーいるよ。あ、セイバーいるの？ジルドレセイバーいるよ。いいな。普通に当たったフレンドデッツで出たよ、10連引いた。10連引いした。あ、これか。目がでかくなる前か。そうそう、まだあの、はい、始まりました、後半戦でーす。はい、眠いでーす。お腹すいたです。デュエルしたいです。すごいデュエルし、よっしゃ、白は放っておいて、ちょっと進め。何が突っ込んで。あ、いや、断る。負けかと思った。白に突っ込んだら負けかと思った。なぜにじゃ。突っ込むのは断る。はい、というわけで、後半戦始まりたいと思います。えい、はい、じゃあまずは俺のね、アドレスも後半でも読もう。はい、さあ次は誰じゃ。私が行こう。おう、761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp です。はい、どんどん送ってください。お願いします。ですね、中間から結構続けてるんですが、なんだっけ、診断メーカーの、ツイッターの診断メーカーの方にちょっとお邪魔してるんですが、いろいろ面白いのがあります。あなたを今、今はですね、あなたを英霊として召喚してみたったっていうフェイトのやつですね。やってみようと思います。フェイトつながり。うん。とね、ちょっとやってみようかと思うんだけど、はっきり言う、俺の名前すごい長い。でもスカーライトスラッシュあんのに。そうだよ、スカーライト。すげえだけ長いな。長いよこれ。2文字だぞ。早いね、青だもん。ラインネームもラジオネームも2文字だもん。前の俺のラインネームよりは短いわ、多分。俺前のラインネームってなんだっけ。あの大会でやって役の名前見せた前、すっげえ長い。ああ超やべえ。ですね、レモンスカーライト、アンノーンはバーサーカーのクラスで召喚され、パラメータは筋力 B、 耐久 B、 俊敏 A、 魔力 A プラス、幸運 B、 宝具は先決マージオ、バートリー・エルジェーベトです。これで分かったこと、バーサーカーのくせに筋力ねえ。バーサーカーじゃねえこいつと思った。バーサーカーじゃねえぞ。バーサーカーのくせに筋力ねえ。話についていけない。バーサーカーって大体筋力ムキムキだわけ。筋力ムキムキか、めっさ怪力の持ち主なのね。なんか筋力が D。 おかしいよな。基本筋力は B 以上あるはずのバーサーカーなのに D やるっていう。あ、じゃね、脳筋なんだよ。脳筋だと筋力 A とかないか。 A プラスいくよ普通。 A プラスいく。あ、青さん、青さんもやってみたよ。うん、青さんもバーサーカーのクラスで召喚されてます。パラメータは筋力 D、 耐久 A プラスプラス、俊敏 C、 魔力 B、 宝具幸運 C、 宝具は、妄想現像ザバーニーヤです。あ、そ、これで分かったこと、私肉壁ですね。肉壁。耐久 AA って A プラスプラス結構だぞお前。耐久 A プラスプラスって私肉壁にしかなんねえじゃねえか。思うだろ、思うだろ青さん。これな、逆に考えてみろ、敵に回したくねえんだよ、絶対に倒れないってやつだから。味方になったら俺肉壁ってやつだろ。嫌じゃねえか。肉壁の大切じゃないか。ふざけんな。何言ってるんだお前。あれだぞ、重装甲の鎧着て突貫してるようなもんだぞ。攻撃食らってものけぞらねえんだから基本。 SAO で真っ先に倒されていくあの人たちだぞ。です、ね、それはやめろ。ここまでバーサーカーが続きでした。
はい、次シロさん、はい、シロはバーサーカーの数を知りたいと、パラメーター筋力 EX カンスト耐久 D 俊敏 A プラス魔力 D 幸運 A プラスプラス、工具は破壊すべき全てのルールブレイカーです。ルールブレイカー。はい、皆さんにここで秘宝です。この細さでものすごい力持ちです。この細さで絶対のあの耐久力を破壊できるんだ、すごいね。おお、一発で死ぬ肉壁にもなんねえ青さんがワンパンで吹っ飛んでいくっていう。ああ、ワンパンマンされるのか。あれだね、あのワンパンあれだよね、もう基本でアニメキャラとかで例えるとワンパンマンとかアクセラレーター乗りだからね。スクラップドラゴンになっちゃうのかな。スクラップドラゴンよりもあれだね、なんかスクラップフィスト食らった後のプレイヤーだね。あ、わかった、あの無言で腹パンの黒崎さんだ。いやだお、お、唯一だ、唯一だぞ。ワンコでやってみたよ。ワンコはアーチャーのクラスで召喚され、パラメーターは筋力 A、耐久 A プラス、俊敏 EX カンスト、魔力 A、幸運 B、宝具は何だこれ、串刺し城塞、風来るベイです。ここで分かったこと、私たち3人で特攻して後ろからの援護ですね。いや、マサとか言って味方の味方ヘッド外だろ。俺に当てても効かねえぞ。俺に当てても効かねえぞ。いやー、俺ぐらいなのかな。EX のし通常パラメーターのバーサーが。俺も EX ねえぞ。俺耐久力あるだろ。耐久以外は普通だろ。何言ってる、耐久あるだけで全軍じゃないか。肉壁になる。俺なんて打たれ弱いんだぞ。俺こいつワンパンされるぞ。ですね、まずアーチャーのクラスで、召喚されてにもかかわらず、宝具がランサークラスというのはこれ以下に。誰だよ、槍を上に飛ばしてるんだよ指で。ああ、どこそのアーチャーですね。どこそのアーチャーだよ。ハッカハツのアーチャーみたいに。そうですね、あのなんだろう、剣を矢に変えて放っていくあのアーチャーですね。最近 SAO でも出てきたって言えば。マジで、あ、やべえ、どうしよう。ラジオネームのマキでやったら、アーチャーのクラスで召喚されて、パラメーターが筋力 A プラス、耐久 A プラスプラス、俊敏 D、魔力 A プラスプラス、幸運 A、宝具天地返りスカイウェイクの星、エヌマイリシュです。なあ、強そう。要するに筋力と耐久が高い。要するにこれ、フェイトゼロのアーチャーギルガメッシュの宝具です。大会宝具といってですね、これ世界っていうか空間すらも切り裂く宝具です。終わっちゃう。チートだねえか。チートクラス。ただしこれ魔力消費半端ねえよ。本気出すと一発で KO する。あの地球ごとだろ。うん、存在そのものが消えちゃうよ。チートじゃねえか。いいじゃんチートで。いいじゃんチートでも。ゼロはチート系が多いよ。うん、もうね、ゼロはね、セイバーが被ってること以外ではあんまりだもん。そんなことよりお腹すいた。早いな。お昼食った後に自転車飛ばしてここに来てんだぞ。お腹すくの当たり前じゃねえか。早いな。俺なんて何も食ってねえよ。私だって何も食ってた。お前こっちで普通にスルメ食ってたよな。スルメ食ってたよ。俺はあれ食ったな、昼は肉焼きと、なんだっけ、まあ、肉焼きのサンドイッチ。うまかった。超うまかった。ハンバーグ5つと、ハンバーグ5つと、ご飯と、スープと、ブロッコリーと、サラミと、結構な量食ってた。あれ、おかしいな。おやつで食うはずのパンを家に忘れてきたんだよ。なんでおやつで食うはずのパン持って食おうし。塩バターパン忘れたんだよ。なんで塩バターなんだよ。美味しいよね。おお、まだ食ってないからわかんねえ。美味しいよ。あれ焼くと美味しいよ、その焼かねえ、そのまま食う。焼いても美味しいよ。そのままでも美味しいよ。あの焼いた、うん、チンして美味しいって書かれてるけど、俺そのまま食う派だから。あ、めんどくさがって。うん。やってみろ。やんない。やってみろ。絶対やんない。めっちゃ美味しいからやってみろ。やんない絶対に。美味しいから。絶対にやんない。あ、じゃあ焚き火にこうパン枝にぶっ刺して刺す。あの、それマシュマロがいいな。マシュマロじゃない。マシュマロがいいな。マシュマロンがいいだって。マシュマロンじゃ言ってねえよ。あんなマシュマロンを焼いちゃダメだよ。あんな口を開いたら牙が生えてるようなえぐつないマシュマロなんて食いたくねえよ。
まあまあそんなことはさておき、続きまして犯罪係数オーバーフンフン、これはテレビアニメサイコパスのドミネーターの計測のやつだね。はい、レモンスカーライトスラッシュアンノーンでやりました結果、犯罪係数アンダー55、執行対象ではない。よかった、ね、なんということでしょう。よかったね。なんということでしょう。要するにこれ執行対象になっちゃうと大変なことになる。あの、しびれさせられるかその場で爆散するかを選ばされる件になるという感じ。とりあえずその死刑かそのまま拘束されるかっていうか、うん、拘束されて医療施設入れられるかそのまま爆散させられるかどっちかっていう。そんなことより耳が痛い。じゃあヘッドホン取れよお前。そうだよ。じゃあまあヘッドホン取れよ。ヘッドバンドを取るぞ。ヘッドバンド取ってどうすんだよお前。ヘッドバンドって何語や。お、青さんでやってみたいよ。はい、はい、青の犯罪係数、犯罪係数アンダー45、執行対象ではありません。俺より低いって、すげえなお前。すごいね。普通だ。結構えげつないことしてるはずなんだが。常人並みじゃね？なんでみんな心配なの？話についていけないんだ。うん、サイコパス見たことないもん。そっか、じゃあ白で、測定した結果、すごいですね、白の犯罪係数オーバー110、イエーイ、任意執行対象です。パラライザーのセーフティーを解除します。はい、即連行。即連行された、これは任意執行対象って書かれておりますが、要するにスタンガン持った警官がオラついてこいよって言ってるようなもんです。で、その後精神科に着いた。うん、レベル12のシンクロモンスターですね。いやいやいや、これはまだレベル8か10までだな。12はね、もっとひどいから。おう、ラボンだから。ラボンしかない。おレベル10のシンクロモンスターの、ワンコの犯罪係数やってみました。犯罪係数オーバー200、執行対象セーフティー解除、執行モードリーサルエリミネーター。なげえ。レベル12ですね。はい、いえ、これまだレベル11系統です。レベル11のシンクロモンスターなんて聞いたことはないですよ。おう、だってさ、これオーバー300まで行くともっとひどいことになるんだ。これエリミネーターさんは人間にしか効果ありません。これの一個上で機械でも有効なものがあります。で、オーバー200って俺何したんだろうね。わかんない。まあ、これあれだから犯罪係数だから係数犯罪した数のんのんの、これ犯罪の予測係数。ああ、例えば心病んじゃってたりする人こんな高えよ。病んでる何回オーバー500いくからね。病んでる問答無用で爆発か。問答無用で爆発。悲しい世界だ。まああれだね、精神不安定だとそうなっちゃうみたいな。あ、なんか面白そうなのがあったよ。あなたに似合うコスプレ、めんどくさいからワンコから。うお、女ならセーラーマーズ、美少女戦士セーラームより、男なら影山、なんだこれ、飛びよ、ハイキューから。ハイキュー見たことない。これもない。ハイキュー漫画ちょっとかじったぐらい。両方わかんないキャラだ。セーラームーンはわかるけど、知ってるけど、どれがどのキャラかっていうのがわかんないんだ。白の似合うコスプレ、女ならフランドールスカーレット、東方プロジェクト、男なら鍵山、はい、同じ。ヘッドホン落としたよ、こいつ。幼女なのかもない。何言ってる。ゴーホーロリー、494歳だ。495じゃねえのか。495はレミリアスカーレットだ。レミリアって500じゃねえの。あ、ちげえよ。ちげえの。ちげえよ、青さん。含まれてる。ちげえの。俺そう聞いたぞ。ちげえよ、確か。俺そう聞いたぞ。ああ。青のニアコスペで、女ならマリサ。マリサ。女ならキレソメマリサさん、東プロジェクト。男ならヒューガー、何これ。なんて呼ぶの。ほんとなんて呼ぶのこれ。ね、これ何？ハイキューから来るけど。ハイキューは何？ショーよ。わかんない。なんかかける日って書いてる。なんかマスタースパック売ってやろうか。なんで？え、君女の子？女の子。やだよ。やだよ。
じゃあ私もちょっとめんどくさくなってたんで、このラジオネームふーふーふーどうした。ですね、ラジオネームのマキで似合うコスプレ、女ならミカサ、アカマン、進撃の巨人から、アカマン、アカマン、アカマン、男なら松岡リーダーそうです。フリーです。海パン一丁です。アカマン、アカマン、恐ろしいですね、恐ろしいですね。あの、私の特技は肉を削ることじゃなくて、人に嫌がらせをすることなんですがね。いい嫌がらせって言殴られてるよね、いつも。うん、殴られても別に痛いが来るわけじゃないからいいんだけどね。俺なんて何もしなくても殴られるんだよ。それひどくない？長女に特に。ひどくない？八つ当たりじゃね。うん？八つ当たりじゃね。八つ当たり。ひどい。八つ当たりか、いたずら。うん。まあ、大半がいたずらだろうけどね。ごく稀にあるだろう、八つ当たり。災難だな。災難すぎるよ、お前。秘宝、私はあの子のサンドバッグです。秘宝なのか、それ。秘宝だろ、もう嫌だよ。秘宝ってかもう悲しすぎるよ、ね。悲しいよ。ちょっと雨が降りそう。マジで帰れるかな。曇ってきたね。そうだね。家帰るまで晴れてるといいけど。そうか。帰れるかな。雨の中自転車こいで。そろそろエンディングに入れませんか。断るか。なんか面白いと思った。時間ないぞ。レモンスカーライト、スラッシュアンノンに似合うコスプレ。女なら鏡ねりん、ボーカロイドより。男なら葉山渚、フリーより。フリー多いな。フリー多いね。作った人の趣味かな。そうじゃないかな。さあエンディング行こう。エンディング行きましょうか。はい、エンディングテーマです。今回はアルドナーゼロを多めに使ってます。知らない曲だった。知らない曲だよ。はい、というわけでエンディングです。今回の感想を誰かからいきましょう。誰からやる。誰から行く。そして全員私を見ないでくれ。俺は君の後ろの、さらに後ろの窓に映っている車のナンバープレートに目が行っている。行くわけねえだろ、あんなの。行くわけない。ぼやけて読めねえよ。私には結露しか見えないぞ。いや、その結露のちょうどこの一番左側ぐらいがね、綺麗に見えるんだよ。微妙に見える。見えた。私には結露しか見えない。はい、というわけで強制的に青さんからいきましょうか。早いですね。あと3分半だと、はい、グダグダです。そうですね、はい、そうですね。なんでしょうね。つ、カミカミ&ツミツミです。え、カミカミ&ツムツムですか。ツムツムじゃない。ツムツムじゃない。誰がツムツムつった。俺だろ、貴様か。はい、じゃあ次行ってみよう。はい、グダ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 でしたね。タクラスだと。うるさい。ナナさんがいないだけでこんなグダるとは思わなかった。俺も思わなかった。というわけで、はい、夜か、はい、グダグダしてたけど楽しかったです。相変わらずだなお前。とりあえず楽しかったですけど、なんとかなると思ってんだろうって。思ってるよ。最高だな。さすがだ。さすがだぞワンコよ。あ、俺か。ですね、今回はね、とにかく話題がなくグダグダしておりましたね。来週からテストですね、はい、頑張りましょうね。あとは診断メーカーもうコーナーにしてもいいんじゃないかって薄々考えていました。なんかこう適当にランダムで選んだりとか、あ、ね、みんなでこう何をやるかっていうのを調べたりすらいすればね、やること決まるんですけど、あのコーナーで工場遊戯王でもやるか。やめて。めんどくさいぞ。やる？あれめんどくさいぞ。いいぞ。シンクロならほとんど覚えてるよ。ひどくないよお前。郵政のシンクロならほとんど覚えてるぞ。郵政かよ。郵政だよ。郵政かよ。せめてお前、お、いざ用機能シンクロ全部覚えてるぞ。なんて1体しかいないか。早い。はい、というわけで今回の未来国家ステーションは結構グダグダでお送りしましたが、私はマキとワコとシロと青でお送りいたしました。はい、来週はですね、まあ、何やるか分かんないです。とりあえず多分テストアウトだからね。テストアウトだからきっとみんな死んでると思う。死んでるから死んでると思うね。で、あのテストの内容がどうだったかっていう話をすると思います、うん、あの最悪またあの曲が多めになるラジオ番組になると思われますが、そこはまあ、ね、曲多めプラス、はい、テストの話多めかな。そうだね、まあ、
そんなこんなの話するんで、よかったら聞いといてください。はい、ね、はい、それじゃあまた来週お会いしましょう。じゃあのーバイバイ。1分耐久するの1分耐久するの1分耐久。いやね、本当に終わりも終わりなんだけどね、これ以上に何をやるというの。いや、終わってから閲覧数が増えたんだけど怖いんですけど。怖いからなの。